皆さんこんにちは。 CDI キャリアスクールの阿部ちゃん先生です。今日の練習は、はい、こちらです。オートキャド練習帳210問。基本操作は覚えたけど、もっとレベルアップしたいなっていう方向けのコマンド練習になります。はい、一緒にやっていきましょう。次は問題6。ストレッチコマンドを使って左の図形を右の編集後の図形のように上方向に伸ばしてやります。赤い点を目印にストレッチします。それではストレッチコマンド。オブジェクトを選択、ストレッチしたい角を交差選択します。ここまではいきません。この上の2つの角を交差選択します。クリックします。でこれで確定するのでエンターです。起点は持つところ左上の角をクリックします。目的点、上の点ですね、赤い点をクリックです。これ次は問題。これも同じくストレッチコマンドですが、距離を指定してストレッチする場合です。今の長さが30、編集後は50にしたいという場合のストレッチのやり方です。それではストレッチコマンドクリックして、ストレッチしたい角端点をこのように交差選択します。クリックで交差選択します。はい、確定です。エンターです。起点は持つところ。はい、この端点をクリックします。目的点、距離を入力します。斜めに行ってしまうので、ファンクション8をオンにするか、直行モードをオンにします。そして、カーソルをこの伸ばしたい方に伸ばしたい距離を入れます。20、エンターです。これです。次は、もです。これもストレッチコマンドです。この踏み台のような形の図形、右側がですね、10ミリ突き出てます。それを20ミリにストレッチコマンドで伸ばしてやります。これも先ほどと同じように直行モードを使います。ストレッチコマンド。伸ばしたい角をこのように交差選択します。確定、エンターです。起点は持つところ。はい、上の角でも下の角でもいいです。クリックします。はい、伸ばしたい方向にカーソルを動かして距離を入力します。次は問題です。これは尺度変更を使って、この上の三角形をですね、下の四角形と同じ大きさに拡大させます。それでは尺度変更をクリックします。上の三角形を交差選択します。確定、エンターキーです。起点は動かない点です。左下の角です。尺度は分かりません。右クリックです。参照を使います。参照する長さ、今の長さはもう一度起点をクリックします。次にこの三角形の右の端点をクリックします。新しい長さはこの四角形の右端の角をクリックです。はい、これで尺度変更で拡大されました。次は、形状配列複写を使って、一つの円を縦横方向に数と距離を指定して、一度に円を複写します。形状配列複写は、修正パネルのこの配列複写の隣の三角ボタンをクリックします。そして、形状配列複写をクリック。オブジェクトを選択で、この円を選択します。確定で円です。確定でエンターキーです。そうすると仮のね、入ってるデータでこのように表示されます。横方向が列、縦方向が行です。列のところの4をクリックして5、エンター。列の下の間隔、これは横方向の間隔なので、円の場合は中心点間が間隔です。10です。エンター。次、縦方向は行です。はい、3をクリックして2にします。で間隔は15のままです。そして配列複写を閉じるをクリックします。